この曲を練習する前にバラとユリの意味について知っておく必要があるであろう。バラはヴィーナス、愛の快楽の象徴。そしてバラの棘は愛の快楽による苦痛の象徴である。ヴィーナスはシリアの王子アドニスを愛していたが、アドニスは狩りの最中、ヴィーナスの愛人軍神マルスの放った野生のイノシシに殺される。ヴィーナスは裸足でアドニスに駆け寄るが、その時トゲを踏み、白いバラはヴィーナスの血で赤く染まり、赤いバラになったという由来がある。一方、ユリは聖母マリア、純潔の象徴である。受胎告知の数多くの絵画には、大天使ガブリエルが白いユリの花を聖母マリアに差し出しているのが描かれている。この解説では分かりやすくローマ神話のヴィーナスという呼び方で解説したが、本来はギリシャ神話のアフロディーテのことである。また軍神マルスもローマ神話風の呼び方で解説したが、本来はギリシャ神話のアレスである。作曲者はペルゴレージと言われているが、昨今パリゾッティという説が浮上しているため、本動画では作曲者について言及するのを避けた。